ゲートバルブの電気マルチターンアクチュエータゲートバルブはバリアを流体の経路から持ち上げることによって開くバルブである。パイプ軸に沿って必要な空間が非常に少なくゲートが完全に開いているときには流体の流れをほとんど制限しない。ゲート面は平行にすることができるが最も一般的にはくさび型である。ゲートバルブは流量の制御よりも 液体の流れを遮断するために使用される。完全に開いているとき、通常のゲートバルブには流路に障害物がないため、流れ抵抗が非常に低くなる。海流路の大きさは、一般にゲートが動くにつれて、非線形に変化する。これは、ステムの移動によって流量が均等に変化しないことを意味する。構造によっては、部分的に開いたゲートが、 流体の流れにより振動することがある。ゲートバルブは大きな他のタイプのバルブよりも構造が複雑ではないため主に直径の大きなパイプが使用される。高圧では摩擦が問題になることがある。媒体の圧力によってゲートがガイドレールに押し付けられるとバルブを操作するのが難しくなる。大きなゲートバルブにはゲートバルブ自体を操作する前に圧力を下げることが できるように小さなバルブにより制御されるバイパスが取り付けられていることがある。ゲート、またはシートに追加のシールリングのないゲートバルブは加熱回路や下水管などバルブのわずかな漏れが問題とならない用途で使われる。ありがとうございます。